日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと大谷さんとともにお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。ではまず早速、先週を振り返っていきたいと思います。はい、また振り返っちゃう。振り返っちゃう、もういいでしょ。振り返っても OK でしょ。まあいつでもいいよ、ね、はい、どうぞ。え？はい、サトノブラックがね、はい、勝ちました。勝ちましたね。ディープインパクト記念でディープインパクト3区の武豊騎手を背に、こういう出来すぎがあるんだよね、本当武豊ってさ。そうそうね、あの北サブラックの時みたいにね、本当そうですよね。はい、よくわかってるよあの人は。そうですね、持ってる男ですね。はい、はい、そして大谷さんの二重丸、はい、はい、ないとこ4着ってやつで、ね、そう4着なんですよね。ここ何もないです。そう、馬券に絡んで欲しかったな、どっちかっていうと。はい、はい、里のフラッグ単勝5000、いいですね。3週連続の送りバント成功っていう、うん、いい表現だと思います。巨人の河合みたいでしょ、前の。そうです、そうですね、うん、はい、きっちりとちゃんと仕事をするっていうね、仕事をしたっていう、はい、はい、私も的中です。はい、配当420円。だから5番が入ってくれたらもうちょっといったんですよね。はい、惜しかった。惜しかったです、はい、はい、ね、そういうことになるから、まあ、3着のこととか考える馬券はね、うん、そうですね、あれなのよ、はい、でも一応プラス40円プラス。はい、ね、まあ ね、はい、よかったね、40円もプラスで、はい、本当です、はい、よかったです。はい、そしてで、まあ、はい、里のフラッグなんだけど、うん、強かったね、うん、強かったですね。なんか本当にあの4コーナー大外回ってきて、うん、ね、なんかディープっぽいじゃんみたいな感じで、父親を思い出すレースぶり、ね、はい、そうですよね。ただ本番誰乗るんだろうねっていうのがね、まあ、一応ね、マイラプソディなんですよね、武豊騎手は。一応そうでしょう。そうですよね、キーファーズ。そうですね、はい、もしかしたらキーファーズ側が武豊に、はい、豊さんに好きな方選んでいいよっていうのがあるかもしれないですね、はい、そうですかね、うん、どうなるんだろうね、どうだろう。で、これ訳は負けたことで、はい、ルメールジョッキーのも微妙になったんじゃない。うん、そうすると、うん、サクセッションとかも浮上してくるんじゃない。サクセッションはでも来週乗り、来週の、ね、乗りません。乗りませんね、結局、うん、あのドバイにあの入れなくなると困るということで、そう、早乗りするっていうことでね、はい、うん、共同通信配場の方に乗るのかな、うん、はい、どうなるんだろうね。あ、そうですね、そういうジョッキーの動きもね、はい、興味あるところではありますけど、はいはい、そうですね、水曜日に国枝騎手行った時はサクセッションルメールだよって言ってたんですが、次の日にもう早く行きますから乗りませんって出ていたので、あら、いろいろ大変だなみたいな感じですね。まあ、入国できないとね、そうですよね、あのサウジアラビアの時も入国できずに困った記者いましたからね、うん、はい、うん、で、なんとかなんとかたどり着いてっていうような感じで来ましたが、今年もドバイワールドカップ無観客でやるということなので、ね、なんとか無観客でっていう発表がありましたね、はい、はい、いろんなとこに影響が出てきてね、まあ、でも無観客でもやってくれるんだったらいいなと思うんですよ。特にね、ドバイほら馬券の売り上げがないわけですから、うん、ただその入場料とかをもうね、うん、もう買ってしまっている、入場券を買ってしまっているファンが多いということなので、うん、それどうするのかな、石油マネーでパッとやるのかなみたいな。まあ正直、うん、ね、まあ、JRA やってくれればね、はい、こっち日本の競馬やってくれればもうドバイはその人予想のね、予想するあれが、ね、大変ですもんね。 JRA が、はい、頑張れってこと、はい、そうですね。ドバイの本市としてあれはあれでかなり大変なんですよ、ね、大変ですよ。またレース数も多いし日本馬も多いし、うん、それで、ね、対戦相手の、ね、状況までも比べなきゃいけないから大変ですよね。そうそう、はい、でもやる、でまあ話や優勝に戻しますけど、はい、優勝に戻し、はい、まあ、ディープがすごい今年は、うん、はい、これちょっと木曜の紙面でやったんだけど、はい、勝ち倉、うん、重賞勝ち、実は例年よりはるかに上回るペースで、はい、ひょっとしたらそのさらに父サンデーサイレンスが持ってた記録に迫るんじゃないか、追い抜くんじゃないかっていうぐらいディープの一強なんだよね今ね。ね、だってサンデーサイレンスの時だって
すごかったですけどね、うん、年間300勝つからね、はいはい、あ 2年間あったのかな300勝超え。そうだからリープはまだそこまでは行ってないんだけど、うん、でもねこう重賞でねこうやって結果出しているのはすごいことですよね、うん、だやっぱりまあなんとかの当たり年とか、はい、ハーツくらいとかで行ったけど、うんはい、毎年が当たり年なんだな、うん、リープは。まあそうですね、結局それでまたいい牝馬と種付けをしていたというところもありますからね、はい、うん、というところですね。そうすごい、はいはい、さて今回は金虎賞について見ていきたいと思います。はい、はい、僕はそうですね、今回ちょっと迷ったんですけど、はい、まあ、サートルノアリアをどうしようか、うん、そこですよね。ここなんですよね、はい、結構、まあ、有馬記念でも本命にしてるし、はい、好きな馬なんですけど、はい、何ですか。何いや有馬記念本命だって言うから。でもこれ裏めくったんですよ、リース暮らしの記念ここ、はい、はい、まあね、はい、ただ、今回ちょっと気になるのが、販路で、うん、今週49秒8の一番時計出してきましたね、はいはい、まあ向こうの映像で見たんですけど、こう前を行く卓球者の合わせ馬もね、はい、こうグインって抜いてくるような感じで、うん、ものすごい全身規制で、はいはい、すごい動きだったんですけど、まあこれ一番時計、2番目が、モズスーパーフレアだったんですけど、まあそう、はい、こんだけの時計出るのがちょっと逆に怖いかなと思って、はい、やっぱこれ上本当エピファネーヤなんかお兄ちゃんもそうですけど、はい、この一族どうしても折り合いの心配がついて回る、はい、ファミリーなんで、はい、まあ、ましてサートルノアリアの場合お父さんロードカナルワですし、うんうん、今回休み明けでちょっと、はい、そういうね何折り合い面の不安が出ないかなっていうのも考えて、うん、はい、まあおそらく結構断然人気になるなっていうことを考えると、まあ、本命にはしづらいかなと思いまして、はい、相手本戦に留めました。はい、でまあそこでロードマイウェイ本命なんですけど、この、はい、まあ去年ここに来て5連勝なんですね。そうなんですよね、はい、で、はい、前走のチャレンジカップが、はい、これがジャスタウェイ産駒の、初重賞制覇だったんですね。うん、はい、まあ同期にベロックスとか結構3歳の春から活躍してる馬いたけど、はい、なぜか重賞は勝ってなくって、はい、これがチャレンジカップ初制覇で、まあ、年明けて、アビル・アウェイが、シルクロードステークス勝ったりしたんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、ジャスタウェイ自身こう本格化したのが、はい、4歳秋の天皇賞から で、ね、はい、ちょっと、まあ、遅めの成長曲線 で、ね、こう一気にブレイクするようなところがあったので、はい、もしかしたらそういう血が、いかにも引き継いでんのかなっていうような、はい、戦績ですね、ロードマイウェイも、はい、だから、この勢いに乗ってる時はこう乗り続けて、はい、こうクラスの壁を破っていくような、タイプだと思うんで、はい、ここ今度 G2 で相手強くなるけど突破してくれるんじゃないかなと思います。はい、はい、ロードマイウェイ連勝、またさらに連勝伸ばすのではないかというところで大谷さんの予想でした。このチャレンジカップに関して補足すると、はい、後半の速さが記録的なんだよ、うん、これ本当に、はい、もう残り5、残り5波じゃないな、その前ですね、はい、後半1200から特に残り200まで、はい、まあこれもちろんペース作ったの逃げたトリオンフなんだけど、うん、はい、それをさらに刺してるわけだから、うん、どれだけ後半に足使っとんねんと、はい、すごいなこの馬はと思うんだけど、まあなぜか黒三角なんで、はい、黒三角、はい、そうですね、うん、まあ、そのトリオンフ、まあ、中山金牌勝って、うん、結局その後故障で引退しちゃいましたけど、はい、まあ対戦相手から考えてもね、うん、まあもう一丁あっても不思議はないわな、はい、というなぜか黒三角の補足でした、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、今回のね注目は、うん、はい、なんといっても、まあ、サートルノアリアさん、これをどう扱うか、うん、はい、ですよね、難しいですよね。うん、まあ先にサートルノアリア本命の方から根拠をどうぞ。
はい。あ、そうか。そうで、サートルダリアほ、あの逆に言うと次これで勝って次が危ないと睨んだんですけど、で、あの多分その左回りどうとかいろいろあると思うんですよね、うん、その不安材料がある人っていうのは、で、そのやっぱり東京だとこんなのを聞いたんですけど、東京だと地下馬道を通ってきて、そうそうそう、その、うん、芝コースに上がってくるときにちょうど観客もわーってなってて、いきなり明るくなってわーでもうテンション上がっちゃうっていうのを聞いて、そうすると中山だと地下窓は通るんだけど、その後花道を通ってこう静かな感じで入っていって、いきなりあの馬場に入って観客の輪なので、うん、そのあたりでこう落ち着きが保てるのかなっていうことを考えたら、今回無観客なので、そういう意味では一つの不安材料が一個減るなと思ったんですよ、うん、はい。なので、でもう調教もね、さっきあの大谷さんが説明した通り、それをまあ吉と出るか凶と取るかっていうのはまた、うん、あのそれぞれだと思うんですが、まあ、動き自体は素晴らしかったですね、はい、素晴らしいですからね、うん、はい、だからまあとりあえず私はサートルナーリアからの馬券にしようかなと思っております。そしてあのまあそちらが中心なんですが、ロードマイウェイ頭のやつをちょっとだけ買っておこうかなっていうのが、はい、思ってこんな風な馬券にしました。なるほど、はい。本当ね、サートルナーリア、うん、どっちに解釈するかなんで、そう全て、うん、そうなんですよね。そうだ、調教動いた、はい、絶好調と取るか、うん、はい、ちょっと動きすぎだし、実際全身規制ありすぎるという解釈もできるし、はいはい、またあの無観客がいい、確かにそうだと思う、はいはいはい、でもう一つ、叩き悪化型なのかもしれないっていう。そうそう、だから神戸新聞杯でめっちゃ強かったじゃないですか、うん、あのまあ、秋の初戦でね、うん、そう、で次であれっていうところもあるから、うん、そういった意味で私はその今回こそ人気でも買いで、次の例えばね違うレースの時にあのそっちであれかなっていうのをちょっと考えたんです、うん、そう、今まで休み明け右回り、はいはい、本番左回り、まあ、はい、本番というか、はいはい、まあ皐月賞をいかにも叩き台みたいな言い方しちゃったけど、はいはい、まあ2戦目が左回り、はい、だから2戦目でダメなのか、そう、左回りでダメなのか、はい、東京でダメなのか、はい、まだなんか判別がつかないんだよ ね、 だから住井調教師もそのあたりが何がこう原因なのかっていうのを、その左回りにあるのかっていうのも確かめたいっていう、うん、もう毎日一緒にいる調教師ですらそれを確かめてみたいという言い方なので、うん、なかなか計り知れないところはあるんだろうなっていう、もう勝つとすれば圧勝だろうね、うん、もうそうでしょうね、うん、はい、はい、多分ロードマイウェイあたりでも5馬身ぐらい離されても全然おかしくないと思うけど、はい、うん、はい、力出し切ればもう本当現役最強クラスですからね。そうですよね、はい、はい、そう、ただ全てにおいてさあどっちっていう不安要素があるから俺も丸にした。そう、そうなんですよね。ちょっとだからこそ断然人気だと買いづらいなっていう、ね、ああ、そうそうそう、そのねその意味もありますよね。そうなんですよ、これもやっぱちょっと人気落とした時の方が狙いたいなって感じですね。ここがね、また母シーザリオの難しいところというか、うん、ね、こうエピファネイアなんかもやっぱり人気落としたところでジャパンカップめっちゃ強いじゃんみたいなのありますからね。はい、ちょっとね差が激しいんだよね、はい、走る時と走らない時の、はい、そうですね。だからおそらくあのウォッカーを思い出したんだけど、うん、4歳の春に、はい、その年初戦京都記念使って負けたんだよね、うん、その前有馬記念もダメで、はい、で右回りについに見切りをつけたのか、その後東京とドバイしか使わなかった、はい、引退まで全部、はいはい、そうですね、安田記念とかね、もうそうですもんね、うん、一切他の場所というか右回り使わなかった、はい、逆のパターンがあるのかなっていうね、このレース ね、 そうですね、同じ住急車ですしね、うん、あえて左回りのここから使い始めたかもっていうのがね、そう、はい、そういうのを見極めるためにと見極めるレースなんだよ ね、 ビッグレースでこうね、あの左回りがダメだということが判明するよりは、うん、この叩きってある今回で見極めたいっていうのもあるかもしれないですね、うんうん、無観客だから本当単純に周りが合うのか合わないのかを見極めるにはちょうどいいレースかもしれないですね。ちょうどいいですよね、うん、はい、一応サートルナーリア、はい、にしてみました。はい、そうだから丸です、はい、で
はい、いや本命迷ったのよ本当に、うん、俺も、はいはい、ラストドラフト、はい、あんまり根拠はありません、はい、あんまり根拠はない、うん、でもね、はい、考え方によっては重賞連勝馬と取れないこともないのよ、はい、っていうのは中日新聞杯2着、はい、うん、まあ本当にゴール寸前で外から一気に里のガーネットに足使われてかわされちゃいました、はい、そうですね、はい、前走のアメリカ JCC、はい、まあこれ相当外に振られたのはちょっとこの写真見てもらえればわかるのよ、はい、どれだけ外かっていうね、はい、もう勝ったブラストワンピースとかとのね、はい、内外の差を考えれば、はい、重賞に、まあ、2連勝っつったら怒られるかもしれないけど、はい、それに準ずる成績だと思えば、うん、はい、まあここでも十分やれるんじゃないかっていうことと、まあノベリスト3区大体見てるとまず瞬発力勝負が絶対ダメ、はい、うん、そんな感じですよね。かといって道悪がうまいかってそんなこともない、はい、土曜日中京雨、はい、ちょうどいい馬場なんじゃないかなと思ってね、日曜日あの、ね、雨って要はそのすごいダメかっていうとちょっと湿ってる方が実は走りやすいっていうね、うん、ちょっとクッション効いていいっていう場合もありますしね。時計のかかる両馬場ぐらいが一番いいんじゃないかと思って、はい、ラストドラフト本命にして、まあちょっと、はい、まあ一応やっぱサートルナーリア本線、うん、で、はい、ロードマイウェイで西のデイジーもダービー5着ってことから考えたらひょっとして左回りで変わる可能性も残してるんじゃないかと、はい、あとはもうパラパラです、はい、ダイワキャグに里のガーネット、うん、ギビオン、サトノソルタス、ね、もう抑えの抑え、はい、一応ラストドラフトから久々に生まれんでと、はい、いうことですね。そうですね、はい、はい、ということで大谷さんはロードマウェイが本命です。そして武田さんはラストドラフト、そして私はサートナーリアということで、それぞれの本命理由を挙げさせていただきました。どうなることやら、まあ注目ですね。サートルナーリアが今後どうしていくのかというところもね、見極める意味ではね、うん、ぜひ注目していただきたいレースだと思います。ぜひ皆さん頑張ってください、ということで今回この辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。